はい。皆さんこんばんは。村長です。昨日、チャットエキスパートのバージョン1.9というのを出しました。今回はミュージシャン、もしくは DTMA、この辺の方々にとっても喜んでいただけるコード指南がバリ強くなるというような、そういうソフトでしたので、おかげさまで人気も上々になっております。さて、そこでですね、 いくつかアップデートをしました。そのいくつかというのがですね、ちょっとしたことといえばちょっとしたことで、でもあればとっても便利。そんな機能を追加しました。全体の概要というのは、この1個前の動画も見ていただいたらいいと思うんですが、今日はサクサクサクとやりたいと思います。右にあるのが音楽のコード進行のチャット GPT に対するプロンプトジェネレーターです。 いわゆる、まあ、手で打つのをもっと簡素化しようというようなソフトです。キーを決めまして、そしてスケール、ここらを選びます。そして雰囲気ですね。曲調。そういうのを選びます。そしてここの使用コードですが、これはですね、こちらの思いだけではなくて、チャット GPT がいろいろ考えます。 その考える一番の根源はこのジャンルです。ですから必ず自分の思ったようにはなりませんので、このチェックはですね、ちょっと気分程度、それぐらいに思っていてください。そしていろいろ選択しましたら、このオレンジのボタンを押してください。するとですね、ここにプロンプトがいいように出てきます。そしてここでクリップボードにコピーしてください。 そして左側が本命のチャットエキスパートです。ここに貼り付けます。そして今タイトルのところにはコード進行アシスタントシステムというふうになっていますが、これは初期値からなっているのではなくて右クリックをしまして専門家メニューというのを選んでコード進行アシストこれを選んでいただくとこのようになります。 で、もし右側が出てない時も自動的に立ち上がってくるようになっています。そうしまして、ここでセンドボタン、もしくはエンターキーを押してください。そしてこの TTS というのは外しておいてください。これでですね、この会話を読み上げる機能です。しばらくするとコードが提案されます。 僕のこのチャットエキスパートでやっていただくととっても綺麗な成形をしてですね、このように出てきます。そして出てくるこれをですね、選択していただきまして、そして右クリックをしまして、コード進行再生というメニューを選んでいただきます。はい。このようになりましたが、バージョン1.9の時と違ってですね、マイナーアップデートは ここが編集できるようになったということです。ワープロのように編集できますので、例えばもう一小節増やそうとか思ったらですね、このようにしまして A マイナーをこうやって入れます。そしてこの小節区切りはパイプというのを入れますが、本来はシフトボタンを押しまして 円マークのところを押すんですが、なかなか普段使ってないので忘れちゃったりする場合もありますので、ここのですね、小説区切りというこの黄色のボタンを今回新しいバージョンは付けました。カーソルをこちらに置いていただきまして、この黄色のボタンを押していただくと、このように小説区切りマークが自動で付くようになっています。また編集ができますので、ここに コードをもう一つ増やすというときはスペースで区切ってください。もしくは今度ですね、この例えば A7 というのがオンコード、もしくはベースオンとも言いますけれども、それがついている場合は、ここにですね、離さずにスラッシュを押しまして、そして例えば F。このようにしましょう。そうすると、ここが A7 の とということになります。このようにできますし、今もうちょっとここだけでいいやと思ったら編集をしてください。このような編集ができます。これで鳴らしてみましょう。 ちょっと濁った音がしたところが A7 スラッシュ F ですね。こういうふうにできますし、A マイナーと F は半小節ずつでコードチェンジがされたと思います。このようにやっていくわけですけれども、ここでですね、今回またマイナーアップデートとして便利な機能をつけてあります。これはですね、 このように聞いていって、今までは最後まで聞くしか止める方法がなかったんですけれども、一時停止とか停止とかいうのができます。はい。このように一時停止ができるようになっています。再開もできます。はい。 一小節の区切りのいいようなところで止まります。そうしまして、今度は停止を押します。はい。これでまた1からという風になります。そして、もう一つマイナーアップデートというのはですね、ここで MIDI エキスポートができます。いわゆる MIDI ファイルに持っていけるわけです。このように、 とと、押ししまますす。この MIDI が書き出しされますはい、前回と違うのはですねここでまた OK ボタンを押すところが出てきたんですけれどもちょっとそれも面倒だなぁと思いまして画面の下の方を見せて,てください2秒間だけこんな風にはい書き出しましたというのが出ます ここでもしエラーが出たならばエラーのメッセージが出るようになっていますそうしまして書き出したけれどもホルダーってどこだったんだろうかもちろんこれはこのソフトが動いているホルダーというそんな難しい話ではないんですがそれを広げようと思ってもまたエクスプローラーに戻ってやらないといけませんそれがこの茶色のボタンを押すとホルダーが開いてくれますはいこんな風に開きました はい。名前順になったり、いろいろしておりますけれども、このようにフォルダーが日付がついて、そして MIDI ファイルということになっています。これで DAW の方に持っていけばいいわけです。はい。スタジオ1の DAW です。 この DAW はスタジオワンでもキューベースでもほぼほとんどの DAW で使えると思います。また僕も案外使っておりますバンドインナーボックス。そういうのでも使えるようになっています。そうしまして、ホルダーを開けまして、そしてこの一番最後に出した分ですね。これをやります。はい。 このように MIDI ファイルとして持ってくれました。そして先ほどオン G とかいうのをやりましたね。それはここになります。このようにですね、1オクターブ下のところにベース音が入っています。わかりますでしょうかこのようになりますので、あとは音を鳴らすだけということになります。もちろんトラックにだけじゃなくって、例えば イージーベース、イージーキーズ、そういうところにもドラッグしたりできますので、いろんな DTM 関連のソフトで扱うことができるようになっています。例えば、先日もやりましたように UJAM の BOG というソフト、これを入れてみたいと思います。はい。 これで鳴らすことができます。はい、パターン変えてみます。こういうことでですね、バージョン1.9からこんな風に 編集ができるようになったところが便利なところです。僕がやってみたところ自分のソフトだからということでひいきめにするんではなくって i d i ピアノロールというのを今までは中心に使っていましたよね。でも慣れてくるとですね、ここに G7 を入れるとかいうのが今でできたわけですね。そして区切りマークつけたり、 このようにできるわけですから案外ですね慣れてくるとまあ大文字小文字はしっかりやらないといけないですけれどもこのようにして二つ目このように入れるもしくは慣れてきたらもうキーボードででもいいわけですけれどもどうでしょうか皆さんミディのピアノロールで入れるより伴奏というかコードバッキングという狭い意味ですけれども便利じゃないですか下手したらこちらの方が早い感じが 僕もやってみて分かってきました。そうしまして、ここでマイナーアップデートのもう一つのポイントがあります。チャット GPT はいろんな出し方をしてきます。僕は今まで a マイー7スラッシュフラット9このようなコードがあったらですね、まあこれはちゃんと出るようにしてたんです。でもですね、チャット GPT はこんな出し方するんです。はい。マイナーを こんなマイナーという風に出してくる時がありましたので、この min と付くマイナーにも今回のバージョンから対応しておりますので、以前のバージョンをダウンロードされた方はですね、こちらの方のダウンロードもしてみてください。この修正をしてあります。そしてもう一点、マイナーバージョンアップをしてあります。それはですね、例えば、 ここでこのように選択をしますよね。これもできるし、この下にもですね、例えばコピーしてあるデータをですね、まあ、貼っておくと。そしてここでこう選ぶとかいうときにですね、こことここで選ぶことのフォーカスというんですけれども、そこがですね、ちょっと曖昧でした。これは僕の方のバグに近いものなんですけれども、これも直しております。 では、そんなことで、この便利なコード指南のチャット GPT を使ったチャットエキスパートバージョン1.9、これを皆さんお使いください。ご視聴ありがとうございました。村長スタジオでした。